おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はーい、ですね、介護の試験が終わりました。はい、出来栄えですか？うん、そんなことはいいんだ。そんなことよりね、俺はね、介護福祉試験の受けた人数について僕は話したい。僕の行った国際会場名古屋の、めちゃくちゃ人が多かったです。はい、で1300人入るホールに一斉にみんな入って試験受けてるんです。でもその日の他には吹上ホールとかもっと別の会場で、まあ、みんなやってるわけなんですよ。だから介護福祉試験あんなに受ける人がいっぱいいるのに、介護の現場は人手不足なんですよね。大いなる矛盾ってこういうことですね。はい、というわけで今回はね、企画を考えております。行ってみよう。ではグランエスタークを出すまでの金額、改めて発表いたします。36,600円。なんだこれは。本日はですね、36,600円の男を召喚したいと思います。なんかどんどん上がってきて、どんどん上がってきてるっていう点が私否めないんですけど、今回36,600円にいたエスタークの登場です。グランエスタークとはちょっと全然関係ないんですけどね。実際問題、グランエスタークとエスタークにはつながりはないんですけど、まあいや、まあとりあえずね、36,600円のとこエスタークです。お前ドリアも余裕買いかかったんだよ。はーい、というわけでね、デーモンキング倒されてんな、かわいそうに。これ地獄の帝王エスタークね、今回使っていきたいと思いますね。バトルロードではね、裏ボスを務めており、ね、打撃に硬いなら、ね、多くのね、プレイヤーにね、これも挫折を与えたっていう、ドリアもほど強烈な印象を与えなかったけど、それも強い方だと思います。はい。もう裏ボスですよね。はい、行きましょう。エスターク行きます。まずは、国大暗黒呪文ドルモンは、賢さ200から離れるので、あまりよくに期待できない。どうだ？行った！まずはドルモンは撃っていく。はい、ドン！あ、さすがにね！そうだな。さあ、エスターク、さらにね、動きます。帝王の時、このね、高い力を生かした、二刀の一撃が食らえぞ。ほら、うわ、うわ、強ー。やっぱり力の数値が裏切らねえな。いやー、やっぱね、力745だったかな。そのあたりの力から繰り出された帝王の一撃ね、破壊力が抜群ですよ、本当に。さあ、で、エスタークの断点を今ね、上げてしまうとすると、HP が6300とね、他の魔王に比べるとちょっと低めなんですよ。まあ大体他の魔王がね、大体まあ7000ぐらい、平均7000ぐらいかなと思うんですよ。まあゾーマ7800だったりしますけど、その中で6300なんでちょっとね、耐久に期待できない。さあ、ここで瞑想します。残念ながら瞑想って言っても、これはテンションを上げるタイプの瞑想なので、回復はしないですね。いや、回復してほしかったけどね。テンションが上がった。さあ、ここからの一撃にね、やっぱね、ダメージが期待できる。ね。残酷アイダー、まあ大丈夫でしょう。エスタークは基本的に大体の攻撃には強いんですよ。はい。とある一部を最後、つむすけば。さあ、地獄の竜巻、行きます。さあ、怒りの竜巻がね、吹き荒れる。はい、ドン！うわ、強っうわ、強っ、マジか、お前。さあ、デスラッシュも余裕でしょう。痛恨でさえなければ、まあ余裕で受け止められるでしょう。うん、540、まあ、硬いね、やっぱ、エスターク。エスターク、硬えなぁ。さすがに。さあ、エスターク、ここで地獄の竜巻を再び撃つ。どうだ、もういけるか。さあ、この竜巻でどうだ、いけるか。あー、無理か。高い力裏切らないけどね。でも1000出てるからね、4桁出てるから、まあそこそこ強い方なんだけどな、魔王としては。いや、デーモンキング、お前いい勝負してんな。あ、いいね、確定で勝った。さあ、極大暗黒呪文ドルモンまで決めていく。いや、ドルモンあんまり出ないんだよね、火力的には。まあ原作的にはドルモンは使わなかったんですけどね。なんでドルモン出てきたんですかね。あ、今のエスタークってなんかメラガイア使うんですよね。あれ確定通行なんですよね。勝負あり。さあ、出てきましたね、ボスが。目薬刺してきてるよ。なんか目薬刺してきてんじゃん、今日。なんだよ、刺さなくてもよかったのに。ねえ、HP7200 か、やっぱ、大魔王としてはやっぱそんなもんか。さあ、デスタムアートの戦いになりました。HP がね、ちょっと同じ大魔王としてはかなり負けているんで、ちょっと厳しい戦い強いられるんじゃないかとちょっと予想しておりますがね。はい。ではやっていきましょうか。
さあ、デスタムは結構武闘派の魔王で、この形態の場合は。なんで、エスタークはね、この物理に対して非常に硬い。うわ、バイキュートしてきたよ、バイキュートしてきたよ。こいつバイキュートしてきましたよ、なんか。ついに、いよいよもうね、原作再現じゃん。全然違う。うわ、地獄の竜巻。なんか、ちょっと違うんやけど、地獄の竜巻の意味が。あ、でも、バイキュートしてからこれだったら、まあまあまあか。さあ、極大暗黒時もドルモンは、こうして見ると、デスタマーとエスタークって実は、ステータスは似てるんですよ。力が高くて、賢さがちょっと低めで、身の守りが高くってっていう感じで。ただ、この帝王の劇でね、がっつり HP 削っていきたい。この高い力を生かしたね、帝王の刺激が入っていく強い4桁だよ、4桁ね。ねえねえねえ。4桁出ていくからね。次は B 技打ってみようか。A 技は確か瞑想と情報の届けだったっけ？あ、いてつはね、いてはなんだ。意味ないね。それは意味ないね。そこは意味ないね。まあ、武闘派の魔王にバイキュートを消したと考えれば悪くないでしょう。結局ドルモンはするんかい。結局ドルモンはかーい。お前ドルモンはのヒント高くないか。まあ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 、しかしね、とどめの一撃まで圏内を持っていきましたよ、だいぶ。まあ、ヘルホーンここで止まってほしくはないが、どうだ。あ、でも800個結構硬えな。エスタグ打撃耐性あっかね。さすがに硬いな。余裕でしょ。うん、余裕余裕。ナムコ。ナムコしか食らってないよ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫だ、大丈夫だ。これなら3ターン目普通に攻撃して、とどめ一撃で勝てます。さすがに硬えな。エスタグな。また撃ってんじゃねえか、お前。お前好きだな、ドルモン。ドルモンは好きすぎるって。いや、サムネ的には確かにかっこいいよ、お前。お前、サムネ的にはかっこいいのはわかるんだよ。たださ、威力の問題があるでしょ。現場剣、あ、大丈夫かな。次の一撃当てないとダメになってるよ。てか、自分間違えて言ってめちゃったけ。まあまあ余裕でしょ。嘘でしょ。な、嘘だろ、エスターク。おい、嘘だろ、エスターク、お前。お前、嘘だろ、エスターク。エスタークは混乱してしまったじゃねえんだよ。エスタークは混乱してしまったじゃねえんだよ。混乱するのは俺だよ。かき乱されるのは俺なんだよ、それに対してよ。おい、嘘だろ、エスターク。嘘でしょ、エスターク。やべ、ここでとどめる時期打っちゃうか。少し残るよ、デスタムーンは。やるか、エスターク。36,600円の、何だっけ、お前の、何だっけ、とどめる時期、ゴルシャーだったっけ。いきます。はぁ来たよ。出たよ。さあ、眠れる力を解き放つ。いけ、剣飛ばし。36,000の剣が降り注ぐ。ちょっと待って、おかしいでしょ。このとどめ刺激結構濃いからだよな。魔王が剣投げてくるタイプやでな。ダークドラゴンのキックじゃないからね。さあ、残りね、少しになりました。この調子だったらエスタークが先制すればいける。さあ、エスターク頼むぜ、お前。お前、その見た目は、飾りじゃないと見せてくれよ。地獄の竜巻降ってくる。まあ、大丈夫でしょう。暗い700だから、大体。あー、結構暗ね。いける。いける、エスターク。お前は俺が36,600円引いたカードや。いける。お、そうだ。そうだ。来たー。何をしてるんだい、君が。なんで凍てつカード打つんすかね。なんで5つカード打っちゃうんですかね。おお。いいんだよ、そういうの。いいんだよ、5つか波動をさ、相殺しなくて。お互い、5つか波動で相殺し合うな。ここで、極大合う。お前、好きだな。お前、ドルモンはマジで好きだな。お前、何回打ったよ、この試合でさ。好きだな、ドルモンはな。まあもちろんペア対戦でも使えるんですよね。まあペア対戦は皆さんドレアムとかのせいで鍵薄いんですけど、ちゃんとペア対戦でも使えるんですね、エスターク。出てきやがったから、ほら、ペア対戦でほら。さあ、ペア対戦のエスタークね、ここからはね、例によってね、まあペア対戦で使うとどうなのかね、そしてね、エスタークのね、短所の方をね、解説していきたいと思います。まあ、多分ね、エスタークはね、魔王の中では強い方であるんですよ。
まあ、魔王の中、魔王カードの中あれば、強い方位には入ります。ただ、致命的な弱点があるんで、例によって弱点もあるんで、それを突かれちゃうともうきついなっていう感じですね。はい。でも早速やっていきましょう。さあ、まずはね、星砕きによるブレイクオール、耐性むしろね、当たれば強力なぞになっております。ブレイクオール、どうだ？はい。はい、OK！ 強いなぁ。HP が、先ほども申し上げましたけども、HP が6300しかないんですよ。二人プレイの HP としては、まあ平均値ぐらいなんですよ、6300って。それぐらいしかないっていうのは、大魔王としては、HP の欠点としては、欠点になるよね。まずはね。お、帝王の撃から入っていく。まあ、これで1000ぐらい取れるからね。わ、コドランやめてよ、そういうことすんのやめて、ドーン。あそして、エスタークは何より、このデインとかの雷呪文。雷呪文が弱点で、これで40。うわ、そうだよな、40の賢さが260出てるもんね。そう、呪文に弱めなんですよ。打撃全般にはこの通り、今からやる通り、かなり硬いです。ほら、身の守り高くて打撃耐性ちゃんとあるからね。だから、鉄球魔人とか、ダッシュランとかの攻撃はほとんど効かないですね。あ、結構効いたわ。ごめん。あ！あ、ごめん。たまにこういうね、事故が。で、お前多くないか？混乱やの。お前混乱だろなんだろって、もう事故ばっかじゃねえか。デイン！わ、強っ！リザードマンのデインが入るんだな、本当にな。リザードマンのデインが入ること入ること。いやー、もう、だってもう HP がまあ動けなかったのもでかかったな。もうでかかったな。短所状態上に Y みたいになっちゃったじゃん。そんなことないんですけどね。ほい、うわ、強っ。でも対戦武士はまあどのモンスターでも言えるから何とも言えねえけど。このデインとかの呪文でガリガリ削られてっちゃうから、そう、呪文を使えるモンスターが1体でもいた瞬間厳しくなるよな。エスター君 HP 低いし。さあ、星砕きのブレイクオール、はい、せーの、はい、うわ、強もう追い込まれてるぞエスター君、大丈夫か。で、魔王独特の魔王特有の凍てつく波動や瞑想がやっぱ散らばってるんで、エスター君で、さっき見たようにドルモアが非常に無駄行動になってます。正直あまりドルモアが大して強い技じゃないんで、そのせいで結構ドルモアとかイテツカードを瞑想とちょっとサービスコードが多いなっていう印象は受けますね。なんでちょっとね、厳しいんじゃないかと思ってますエスターク。いやー、さあ瞑想するで、それで次の攻撃をよく上げて思います。まあ、こうなるとね、俺はもうだってテンション上がったのを見た後つばぜりかけられちゃうのよ絶対。どうにしろ、向こうの攻撃を受け付けなくするために、つばぜり合いをするのは大魔王の、まあ、大魔王戦において当たり前の話なんで、結構出んね。てか、このおじさん、さすがだね。さあ、まあ、ここはね、つばぜり合いをすることになります。どうであれ、この HP を、まあ、プレイヤー陣は維持したいわけじゃないですか。絶対、つばぜり合いですね。はい。まあ、ちょっと普通にやるよ。普通にもう一人二人、俺ね、弓力を二つ持ってんだよ、今。俺、弓力を二つ持ってるからさ、かなり痛いんだよね、この姿。ははははは。寝押しうめえな、俺。もうだから今、弓力を二つ言ってますもん。なんだ、これ、光景は。弓力を二つ持ってんだもん。ああ。そうそう、これつばぜり合い負けるとエスタークが剣が当たるんですよ。さあ、問題はここからね、もう一旦攻撃を受け放題なんですよ、エスタークって。もう辛い。もうその時点で辛い。ね、つらった。もう何、マジ無理。リスカしなあかん。エスターク、リスカする？エスタークリスカする？ちょっとマジ無理やな。きついきつい、エスターク。HP が6300しかないし。さあ、ダッシュは猛ダッシュを打っていく。はい。オッケー。まあまあまあ。てか、まだスペシャルカードすら使ってねえぞ、こっち。プレイヤー陣、スペシャルカードすら使ってないっていう、この、これちょっと圧倒的が、これ圧倒的だぞ、このままじゃ。エスターク、お前圧倒的だぞ、このままじゃ。やばいって、エスターク、お前。このまま決着ついちゃうぞ、エスターク、お前、スペシャルカード、お前。もうここで入力したのは一回じゃん。
お前、とどめの一撃圏内持ってくとか持ってかないじゃなくってさ、これやられるぞ、エスターク。やばい、エスターク終わる。エスタークが終わる。さらにブレイクオール。やばいやばいやばい、エスターク終わっちゃうよ。エスターク終わっちゃう。エスターク、お前36,600円なのに。36,600円が終わっちゃうよ。俺の36,600円が終わっちゃう。おお、頑張れ、エスターク頑張れ。敵サイド応援してる。もうなんか、あ、終わった終わった終わった。ここではいつかに見た。天地天地。やっきりな。はい、というわけで今回は36,600円の男エスタークを使いました。なんか今まで大魔王カードを使ってきてさ、あんなに止まったり動けなくなったりするのは君が初めて。なんかあんま強い印象を与えられなかったって、なんか残念です。あれ、エスタークってもっと強かったと思うんだけどな。納得いきませんわ。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。まあ、エスタークね、ペア対戦で使う分にはそこそこ強いと思うんで、またダークドラマ強すぎるだけなんだよな。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。